あるによりノット回路の単純化されたツイ・ンテグレーテッド・インジェクション・ロジックはマルチプルコレクタ・バイポーラ・ジャンクショントランジスタで作られたデジタル回路の一種である。あるが登場した時 TTL に匹敵する速度を持ち CMOS に近い低消費電力性能であった。そのためビルシーで使用するのに理想的であった。あるを使うと CMOS よりも論理ゲートをさらに小型に作ることができる。 なぜなら、双方型トランジスタが必要ないからである。あるの電圧レベルは非常に狭いけれども、あるは電圧の代わりに電流によって制御されるので、高いタイノイズ性能を持つ。あるは、ジークフリート系ウィードマンとホーストイチバーガーによって1971年に開発された。当初、彼らはそれをマージド・トランジスタ・ロジックと呼んでいた。 このロジックファミリーの欠点は CMOS と違ってスイッチングを行っていない時に論理ゲートが電力を消費することであった。1980年代前半に CMOS が高速化されるとアルは衰退していった。アルのノアゲートは2つの入力、2つの出力、そして電流を注入するトランジスタのための1つの電圧入力を持つアルのインバーターは PNP のベース設置の電流源トランジスタと NPN のエミッタ設置のオープンコレクタのインバータートランジスタで構成されている。シリコンウェーハー上でこれらのトランジスタは併合されている。インバータートランジスタへ供給される電流を制御するために小さな電圧が電流源トランジスタのエミッタに供給されている。理論上、電流源トランジスタの代わりに抵抗器を使っても 良いのだが、集積回路内のトランジスタは、集積回路内の抵抗器よりも、はるかに小さいので、抵抗器の代わりに、トランジスタが、集積回路上の電流源として使われる。あるのインバーターの出力は、オープンコレクタなので、2つ以上のインバーターの出力を、別のインバーターの入力に接続することによって、ワイヤード,アンドを実現できる。 インバウタートランジスタのコレクタが一つしかないとき、出力のファンアウトは1である。しかしながら、インバウタートランジスタにコレクタを追加することによって、ファンアウトを増やすこともできる。あるのゲートは、単一の配線層だけで非常に単純に構築することができる。ある回路をディスクリート部品で実装する場合、マルチプルコレクタのついた NPN バイポーラトランジスタは、 並列に接続された複数のディスクリート3端子、NPN バイポーラトランジスタに置き換えることができる。並列に接続された複数のトランジスタのベースは、集約して接続され、エミッターも同じく集約して接続される。複数のコレクタは、お互いに接続しないで独立しており、出力を増やしている。ディスクリート部品の抵抗器は、 ディスクリート部品のトランジスタより小型で安価なので、インバータートランジスタのベースへ、静電圧を供給する電流源トランジスタは、抵抗器に置き換えることができる。同様に、併合された電流注入トランジスタと NPN インバータートランジスタを個別のディスクリート部品として実装することができる。ある回路の例、二つのあるインバータ出力が接続されて、 ワイヤードを形成している。さらに、図中の式のように右上のあるインバーターによって、反転され、結果としてに入力あるゲートを形成する。ある回路の革新は、エミッタ設置オープンコレクタインバーターである。一般的にインバーターは、設置したエミッタと電流源から来る、順方向電流でバイアスされたベースを伴った、NPN トランジスタで構成される。ベースが入力であり、 電流シンクあるいはハイインピーダンスフロート状態のどちらかがベースに供給される。インバーターの出力はコレクタである。同様にコレクタは電流シンク状態あるいはハイインピーダンスフロート状態のどちらかである。ダイレクト、カップルドトランジスターロジックと同じように NPN トランジスタの出力と次のトランジスタの入力の間に抵抗がない。あるインバーターが どのように動作するのかを理解するために、電流の流れを理解する必要がある。もしもベースのバイアス電流が入力に接続された別のあるインバーターのグラウンドに分流されているならば、トランジスタはオフし、コレクタはフロート状態になる。もしも入力に接続された別のあるインバーターの出力がハイインピーダンスなので、バイアス電流が分流されていないならば、 バイアス電流はベースからトランジスタを通ってエミッターに流れトランジスタはスイッチングして ON になりコレクタは電流を流すことができるインバーターの出力は電流を流すことはできるが電流を供給することはできないのでワイヤードゲートを形成するために複数のインバーターの出力を一緒に入力に接続しても安全である二つのインバータ出力を一緒に結線すると 結果としてに入力のアゲートとなる。なぜなら、アンドはノットと等価だからである。最終的に、ノアゲートの出力は、図の右上のあるインバーターによって反転されるので、結果としてに入力 OR ゲートとなる。トランジスタ内部の規制容量が原因で、インバータートランジスタのベースにより大きな電流が流れることによって、スイッチング速度が速くなるという結果になる。そして、 あるのロジックレベル H と L の間のデニサは他のバイポーラトランジスタを使ったロジックファミリーよりも小さくなるので規制容量を重放電することによって生じる損失は最小化されるあるは集積回路上に構築することが比較的容易であるそしてモトローラとテキサスインスツルメンツのような企業による CMOS ロジックの登場以前に広く使われていた 1975年にシンクレアラジオニクスは最初の消費者向けデジタル腕時計の一つであるブラックウォッチを発売した。ブラックウォッチはあるを使っていた。1976年に発売されたテキサスインスツルメンツの SBP0400CPU はあるを使っていた。1970年代後期に RCA は CA3162 という3桁精度の AD コンバーター集積回路に R を使った。1979年にヒューレットパッカードは低消費電力、高密度実装のために R を使ったカスタム LSI チップを搭載した周波数測定器 HP5315A-B を発売した。バッテリー動作によって携帯可能であった。 さらに高速動作が必要な部分にエミター、ファンクションロジック回路も使用した。ありがとうございます。